つい一昨日、飼い猫が息を引き取ったんですね。もう私はちょうど平成の13年からこのお勤めを始めさせていただいたんですが、その時に小さな赤ん坊ぐらいの時に境内で拾いましてですね、共にこの17、8年の苦楽を共にしてきた、結構長生きでしたね、はい、猫だったんですけど、最後は、まあ、家族みんなで息を吹き取る瞬間まで付き添うことができたんですが、そうですか。まあ、その息を吹き取る前後、息を吹き取った後、改めて刻一刻と一分一秒というのは変わらぬスピードで、そうですね、はい、過ぎているなということを感じましたね。その猫ちゃんとの十数年間 の、はい、そのこう生活の中で、猫から何かこう、猫ちゃんから何か得たことってありますか？あの猫に限らず、私はあの動物の番組を見るのも結構好きで、考えたことがあるんです、感じたことがあるんですが、人間以上に動物たちというのは、まあ、自分の与えられた環境とか、状況に嫌が応でも有無を言わず、文句も言わず、与えられた環境の中で、必死に生きているなということを感じましたね。